はい、じゃあ続きいきます。東に行け、これは気になるけど、一本杉みたいな、よいしょ。あーやべ、間違った、こっちから、まあいいか。ハメハメハー、いいやじゃん、いいね、かっこいいね、やっぱ悟空かっこいいわ。でもリョウさんも同じぐらいかっこいいっすね。ゲイ、反対狙えばよかった。よし、悟空もう一つぐらいレベル上がんないかな。上がりそうだな。東の洞窟だからこの辺まだ、ああこれこれこれ、多分これですね。よし行くぞ。リカバーミニタンク、また初見さんが出てきたけど、ああ届かないか、どうしよっかな。じゃあこいつ先に倒すで、カメハメハ打てば多分倒せるとは思うけど、 OK。 何してんだね。でこいつはた届かないか、じゃあ諦め、ここ狙う。こいつは悟空に任せる。よいしょ、ほらやっぱ背後から狙うとさ結構ダメージが大きいと思う、多分ね多分背後から狙えばいいのか。どう言ったらいいか分かんないから、とりあえずは適当に進んでみるけど、階段があった、おそらく外れの予感だけどね。この辺から倒していく、近いとこから。やっぱ違うね、背後からと全然違うわ。よいしょよいしょ、オッケー、いいね、楽だわ本当。よし、これでだいぶ悟空も強くなったでしょう。でも防具がね、悟空の防具がちょっと売ってなかったから、やっぱ防御は弱いのかな。よいしょ、それとも見落としてるだけだったかな。よいしょ、宇宙人みたいなやつなんか嫌だな。回復もするし、よいしょ、背後から狙ってみるか。 OK、 よし、あ宝箱、毒消し、毒付与の敵が出てくるのかな。毒消しは1個しか持ってないね。手榴弾ちょっと使ってみる、試してみる。おっと、マジか、呼ばれたやつも行動するんだ。背後取ってるよなこれいいのかな。ほらやっぱ一撃で落とした。どうしよう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 か。防御やばかったら逃げる。ここで必殺使って、あーやっぱ落としきれてないもんね、落としきれてない。よいしょ、ロックフェイズは効かないでしょ。ここだ、これでいいんじゃないかな、多分大丈夫ですよね。よっしゃ、いけるいけるいける、
ける。はい、じゃあ上の方に行くか。気づいていない。どうしようか。気づいていない。こう攻撃して、でもう一回攻撃して落としてって感じ。よし、楽だ。これさらにもう一人増えたらもっと楽になるんじゃない？これちょっと経験値見ていい？あー、レベル、うわ、また一歩歩いたらこれ全く進まんぞ。これちょっと近い方からなるべくこれで間合いを取って、 OK、 よしよし、間合いを取って、あとは遠距離から攻撃。悟空もなるべく間合いを取って遠距離から攻撃。よいしょー、ちくしょう、いやらしいやつめ。よっしゃ、オッケー、いいっすね、いいコンビだ、いいコンビ、遠距離コンビ、いいコンビです。お、宝箱、宝箱が、あー行き止まり、外れだ。まあ大概ね、奥の方が正解だっていう相場なんですけど、どうしようかな。先にこいつ倒しちゃうか。囲んで倒してしまう。OK、リンチです、リンチ。ジャンプのヒーローがリンチしてます。こいつもリンチだな。あー、やばい、届かない。カメハメハ打っとけよかった。こっからカメハメハ打ちますか。 OK、 こうしてこう両つを縦にしてカメハメハを打つ。打てー、完全に貫いてるけどね、魔漢交差法みたいに両つの体を完全に貫いてるけど。どう進んでいいか分かんないから適当に行くぜ。二重ゼニー、あの階段がなんか正規ルートっぽい感じだな。こっちね、正規ルートっぽい感じがする。こっちは何もないし、どうしようかな。こっち、待って待って待って、まず6フェイスを確実に倒して、こいつは悟空に任せる。でまた6フェイスを倒して倒してって感じ。うわー、マジか。じゃあここ OK でカメハメハ、いやーじゃあ、で最後はリョウさんが決める。いいコンビだぞ。オッケー、レベルアップ。こいつらめっちゃいいコンビだ。悟空とリョウツ。あ、また。ほんとすごいね、このエンカウントが。じゃあ背後から狙うぜ。あんま変わらんな。あんま変わらん。意味ないのか、やっぱ。背後から攻撃しても。何かしら違うと思ったけどな。はい、よいしょ、オッケー、そっち行ったか。両津の方に来たね。じゃあこいつ先に倒してしまおうか。よいしょ、オッケー、よし。おお、もうすごいこれ。ほんと全然歩けんぞこれ。なんだこれ。ほんとめっちゃ時間かかりますねこれ。さあ必殺いくか。よいしょ、
えい、オッケー、レベル4、いいねいいね、確実に強くなってるよ。両津次のレベルまでが遠い遠い、ほんと400だって。あー、どうするこれ。ゾンビ、こっちのゾンビを先に倒すか。これで間合いを取って、でゾンビが動いてくるから、このゾンビを倒す。よいしょ、近づいてきてる。よし、で両津がこっから攻撃して、悟空がとどめを刺すみたいな。いいねいいねいいね。両津が遠距離から援護して、悟空が懐に潜ってね、棒でバシッとねぶっ叩くっていう、いいコンビですよこれ。さあ楽しみ、今後の展開がすごいすごく楽しみですね。毒、やべえこれ完全に毒付与でしょ多分。よいしょ、うわー、くる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 、どうしよう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 か。ここ来て倒しきれんか。あ、この後ろは行きにくいからこっちで倒して、悟空のとこまで来るかな。おーし、助かった助かった助かった。よし、いやーこの辺の戦略がねやっぱ大事。ここからはこう手榴弾、ちょっと手榴弾試してみよっか。これで2つ目だから階段あるけど多分外れじゃない？お金ちょっと使ってみるか。戦闘員、毒キノコ待ち構えていた。まずいまずい、うわぶねー。道具、手榴弾、え、ちゃんと狙いを定めなければダメってことこれ、そういうことかな。だとしたら使い勝手が悪い。やばい、毒なった毒なったよ、毒消し使ってやらんとな。よいしょ、お、何してんだこいつ、戦闘意欲がないのか。道具、毒消し、ちょっと使い勝手が悪いな手榴弾は。毒気、やべ、待ち構えてたパターンやめてくれ。うわー、やべー、毒なっちった。毒になると、あの一旦ごとにハートが1減るのもあるんだけど、移動力がだいぶ少なくなっちゃうんですよね。移動、このゲーム本当移動力がね結構大事で、移動力がなくなると戦略に幅がなくなるから。そう、こういう感じで毒状態が継続されるんですよね。だったらもう悟空を盾にして、両津がね盾にして、こういう感じでカメハメハを打って二人で削っていくしかない。 OK でカメハメハ、よいしょ。これはちょっと毒消しが手に入るまで我慢っすね。これ毒消しであってほしいな。そうはいかんか。
いやー、このパターンか。まあ同じパターンでいく。ここ攻撃して、悟空の後ろからカメハメハ。よいしょ、よし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 。これはちょっとつらい、つらいよな。よし、まあこれ2人だからまだいいですけどね、1人だったら本当毒になったらもうかなりきつい。かなりテープマシーン、まあ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 、これでも OK。 大神殿に戻って精霊にね直してもらうっていう手もあるんですけどね。どうしよっか、こいつを先に倒すか。あーやべ、届かない。くそー、やば、ちょっとやばい。ここ倒せるでしょ。そしたら悟空がこっち背後に回り込んだ。ほらやっぱそうですね、背後に回り込んだ方が倒せる。またかよ。で倒す。いざとなったら逃げる。薬瓶も使う。で倒す。あーやばい、死んだ。どうする、どうするかな。一旦逃げるか、満を持して。 OK、満を持して逃げるってちょっと意味が合ってるのかどうなのか分かんないけど、言葉として間違ってないかな。わあ、もう毒キノコに囲まれとるぞ。これで悟空のとこまでは来ないでしょ。まあ両津はもういい。で悟空がカメハメハを狙う。まあだから悟空は割とバランスのいいキャラクターですよね。近距離攻撃もできるし遠距離攻撃もできるし。よし、戦闘員が現れた、毒キノコが現れた。やばい、悟空寄りだな。だったらこっちをちょっとこっちに攻撃してちょっと逃げる形にするか。ここはカメハメハでダメージを与えとく。まあ防御でもいいんですけどね。大丈夫か。でこう攻撃、両津はいくら攻撃されてももう知らん。うい、でカメハメハ撃つ。これはほんと戦略が大事になってきたぞ。これおそらくボスとも戦うことになるから、これこのまま行くしかないよな。戻りたくないしね。うわー、悟空に近いから悟空がなるべく距離を取って、よいしょ、 OK。 はい、じゃあこっちからで、悟空がまた遠距離から狙う。よいしょ、両津にはね盾になってもらいましょう。市民の味方ですからね、警察官。よっしゃ、 OK。 この戦略でボスも倒しきれればいいけど、倒しきれるかな。どうしよっか、ここ狙ってはい、オッケー。でまたここを狙って遠くから、はい、よし、これでいけるな。よーし、よく耐えた、よく耐えた。これ両津落ちてればまたちょっと状況変わってたから。
よし、なんとかこれで乗り切っていこう。あの宝箱が毒消し？いや違うか。宝箱を調べた。きたー、でけえでけえ。ブスス、新しい餌がやってきたようだ。ではいただくとしよう。でけえ。タコマジン、タコマジンが現れた。よし、2つ放出したな。よいしょ。あ、余裕だわ。余裕だった。余裕のよっちゃんでしたね。オッケー。なんとタコの足を見つけた。両座タコの足を手に入れた。オッケー。あー、2人ともレベル5になりましたね。うん。じゃあテレポマシンで脱出、確かこれダンジョン脱出だと思ったんすよ。あ、だよね。よーし、ちょっと待って、精霊の指輪で大神殿戻って毒を直してもらいましょう。はい、オッケー。両津は元に戻った。先ほどの場所に送り届けてくれる。よっしゃ、一応セーブ。これでたこ焼き作ってくれるんじゃない、多分。お金もだいぶ貯まったし、いい感じ、いい感じで進んできてるよこれ。ちょっと邪魔。おお、それはタコの足やない。おお、そごめんなさい。あー、やべ、ミスった。おお、そういうタコの足だでばな。ちょっとこれコテコテの津軽弁なんですけどね。うん、ちょっとわかりやすいように津軽弁でいきますか。つうことは大ダコ、大ダコドバ倒してきた、退治してきたんだべな。さすがだな。両津はタコ足、タコの足を手渡した。ほう、こいつは最高、あ、ほう、こいだばタゲイディバな。さすへばタコ焼き作ってやるはんで、もうしばらくあの待っといてけっていう、そういう感じかな。混ぜろって言うよね。待っときやを混ぜろ。ワンツカ混ぜろってね。ワンツカで少しって意味です。まあ全然わかんないよな。さあできたで。松五郎自慢のたこ焼きじゃい。どんなもんじゃい。たこ焼きを手に入れた。さあ商売おかげさんでまた忙しくなるわい。いかん、忘れとった。そこで腹すかする太郎にも食わしたってや。うまいたこ焼きはいらんかい。世界中のたこ焼きやで。タルル、松さんのたこ焼き食べていいのかこれ。はい、どうぞ。ヤッホー、バク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 。はい、タルル、食ったごちそうさま。ん、悪者退治するのか、面白そう。俺も行く行く。姉ちゃんと本丸に行ってきます。してから出かける。さあ出発。オッケー、いいっすね。タルルートが仲間に加わった。タルルートはドラゴンボールを持っていた。3つ目のドラゴンボールを手に入れた。オッケー。武器買ってこう。お金せっかくさいっぱいあるから買いに来た。ペロペロリン、タルルート、用はないで、隣が防具屋さん、防具屋さん、子供服、タルルート、あ、まあ売っちゃってもいいか。ダイレクトで売っちゃおう。タルルート、ペロリン、はい、ペロリンと遊び着、はい、ペロペロリン、子供服、オッケー。行こうぞ行こうぞ行こうぞ。挨拶してから行くっつってたから、ここ寄ってくか。お、タル、リア姉ちゃんから聞いたぞ。世界は今タルのことを必要としてるんだって。くー、かっちょいいぜ。ちょっぴり寂しくなるけど俺待っているからさ、悪い奴らボッコボコにやっつけてこいよな。わしはじゃあ今東の町にジョジョっていうすごい仲間がいるらしいから行ってみよう。おー来た、ジョタロ。そのためにリア姉ちゃんが東の町へテレポートさせるってさっきから待ってたんだぜ。ありがてえ。いよいよ出かけるのね。本丸に挨拶するんだ。はい、それじゃあ町の東にある一
本の木のところまで、あああれね、その木の下に立てばテレポートできるように魔法かけておいたからね。東の大陸にあるスタンガリーの町の近くに着くわ。帰りたくなったら同じように向こうの木の下に立てばいいのよ。さあおゆき、やることやって早く帰っといで。おゆきなさい。さあ次はジョジョか、ジョータロー3部だからね、ジョータロー。よーし、楽しみ楽しみ、行きましょう。はい、来たー。わあ、またこの音楽もなかなかいいもんですね。ちょっとこっち南下していくけど、まあ時間的にそろそろね、一旦ここで切りましょうか。戦闘員は気づいていない。どうしよっかな、どう狙ったらいいかな。ここ狙うか、ここ狙って、悟空はここ狙って、タルはここでどう？ああ、倒しきれないか。まあ、しょうがないな。魔法みたいなの使えると思ったけど、まだ使えないか。レベル上がってからかな？いいね。これは、タルはちょっと、中距離みたいな感じで、攻撃できる。遠距離じゃないけど。いいやじゃう、いいね。24だから、まあすぐ、おー、もうすぐレベル上がりますね。両津もまあまあまあすぐレベル上がるかな。20、大体20ぐらいもらってたら、そうっすね、あと10回戦えばレベル上がるから、はい、多分ここでしょう。まあじゃあ次にしましょうか、ここ行くのはね。はい、じゃあ次は、ジョータロー仲間にできるということで、すごく楽しみです。はい、次回のお楽しみということでね、今回ではここで終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。